こんにちは、シンデレリーメンバーの高橋です。本日はですね、民謡卒の中村ちゃんと毎度おなじみエルトさんに来ていただきました。ということで中村ちゃん、自己紹介の方お願いいたします。明治学院大学で3年生の中村奈々美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エルトさんお願いいたします。あ、 YouTube おじさんのエルトです。お願いします。よろしくお願いします。エルトさんの YouTube のリンクは概要欄に貼ってあるので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで中村ちゃん、今就活っても始めてますか？ぼちぼちって感じです。あ、ぼちぼち。学知化とかその自己 PR とか書いたことあるんですか？はないですね。あ、ないんだ。今回ですね、学知化を始めたばっかりで、どういう風に書いたらいいかわからないとか、まあ、そもそもコロナ禍でね、エピソードがないよっていう学生に向けた動画になります。ということでまず1個目なんですけど、今コロナ禍だったじゃないですか。課外活動がね、あんまりできなくて、学知化がないっていう学生が多いんですけど、ノンサーとかっていう学生はどうしたらいいですかね？結局何でもいいんだと思いますよ。話せるものが少ないっていうのは確かにデメリットかなっていうのは否定できない部分ではあるんですけど、例えば僕の友達とか挨拶を学知化にしてるような人もいて学知化っていうとなんかこうエピソード語ってくださいみたいなイメージじゃないですか。要は挨拶っていうものがめちゃめちゃやってれば自分にメリットがあるというか、跳ね返りがあるものだって分かった上で狙ってやってましたみたいな話だったら全然美味しい話かなっていうふうに思って、うん、別に何でもいいと思います。これがウケるとかっていう強いエピソードは特にないっていう感じですか？ノンバイノンサーノンゼミの人っていう感じ、はい、いやーなかなか難しいとは思うんですよね正直強いエピソードが必ずしも必要かっていうとそうじゃないっていうのはなんかもう分かってる話かなとは思うんで、はい、自分の一番良いところが最大限出るエピソードであればぶっちゃけなんでもいいんじゃないかなっていう気はしてますね、うん。ということで中村ちゃんの方のじゃあ悩みにしていこうかなって思うんですけど、まず今の悩み発表してもらっても大丈夫ですか？はい、はい、長期インターンに行ってるんですけど、始めたばっかりっていうのもあって、いざ学知化とか書こうとなった時に目に見える数字での結果がなくて、何をどう書いたらいいかわからないっていう状態にあるのが悩みです。確かになんかいろんな就活の情報とかサイトとか見ると、できるだけこう数字で書きましょうみたいな、売上がこんぐらいからこんぐらい上がりましたって話があるんだけど、結論から言うと書かなくても問題がなくて、なんで書いた方がいいかっていうと分かりやすいからなんだよね。こういうことをやりました、でこういう風になりました、結果売上こんぐらい上がりましたの方がなるほどねっていうのでイメージしやすいから、やっぱ数字を使おうねっていう話になるんだけど、本当に大事なのは相手の頭の中に自分がやったエピソードが浮かぶこと、数字を使わずともその情景をイメージさせるっていうことを意識してやれば問題ないのかなと思います。ありがとうございます。中村ちゃんの今数字で語れてないっていう風な学知化があったと思うんですけど、その学知化を見てどういう印象ですか？数字は一応、はい、多分なんか頑張って入れようとしたんだろうなっていうその見る側としてはちゃんとこう相手に伝えようとしてくれてるんだなっていう気はすごいするので、好感は持てるんですけど、何をやったんだろうっていうのが分かんないっていうのが多分一番致命的で、頭の中に思い浮かぶようにした方がいいよねっていう話をしたんですけど、これって要は数字がドンってありますっていうのしか分からんっていう状態なんで、中村さんがどう動いたのか、どう働きかけたのかみたいなのが全く見えないから、いい顔でも分からん、評価ができないっていう感じになっちゃってるんじゃないかなっていう気がしてます。就活始めたばっかりの就活ってあるあるな気がしますね。とにかく数字を入れなきゃ、成果を話さなきゃとかっていうので、うん、どういうふうに書けばいいか分からないと思うんですけど、どういうふうにしていけばいいですか？学知化を書くってなった時にまず骨組みから作っていった方がいいかなっていう気はしていて、よく起承転結とか言いますけど、起承転結1行ずつでいいんで、まずそれを書き出してみて、そこから肉付けするっていう感じにしていった方がいいんじゃないかなっていう気がします。概要、経緯、行動、結果みたいな、理解がしやすいし評価がしやすいっていう感じだった気がしますね。が概要ですかね。概要、章、が章が、まあ、経緯とか、なんでやろうと思ったのか、点が、まあ、行動、行動、結が、まあ、結果ですね。結果、概要どういう風に話せばいいんですかね。中村ちゃんどういうこと話したいか、どういうことに一番熱意を取り組んだなと思います。今だとスマホパレルの一新サイトになります。で、どういうことしてるんですか？今は SNS を運用しています。SNS っていうよりは多分 TikTok って言った方がいいみたいな、居酒屋のアルバイトしてますよりも取り木でアルバイトしてますの方がなんかイメージつくじゃないですか。そこら辺も怖がってるっていうのかな。そうで
はい、木は集めていいと思います。書を転結すると書をなぜやってるのかみたいな経緯、どういうところがありますか？そもそも私洋服がすごい好きで、うん、そこのブランド自体がもともと好きなブランドでたまたま募集かけてて入れてラッキーみたいな正直でよろしい。その洋服を毎日見れるのが幸せでいるっていうのと、自分が将来進みたい道がメディア系の道で、うん、今流行ってる TikTok とかのアルゴリズムを学んだりとか、うん、力をつけたいなと思って入ったのが、あ、めちゃめちゃいいね。前半の部分は多分面接とかでは正直に言ってなんか盛り上がるかなって、なんかもういい子だなって印象を受けたんで、自分は多分トップで良くて、で後半の将来メディア系に進んでみたいとか、それこそ今流行ってるものを、まあ、自分が現場でやっていくことで、まあ、知見広げていきたいっていう部分が多分経緯、そこを書いてあげるととてもいいんじゃないかなっていう気がします。次が行動ですね。まだアパレルサイトとかって TikTok にあんまりアカウントを作ってなくて、うん、その中でどう伸ばすかみたいな感じの行動をしている中で、私は今企画を出して、その企画が通ったらそれを撮影して編集して数値分析してみたいなのをちょっとこう回してるっていうか。例えばどんな企画した？大学生の1週間コーデみたいな。面白そう。大学生向けのが結構伸びるって感じです。さっきのところで話したけど、分析をした結果大学生めっちゃ見てんなとか、うん、そういうのがもうそもそもバズるよねみたいなところから、まあ、導き出されてるっていうことですね。めちゃめちゃいいと思います、うん、頭を使った経緯、こうやってやったら伸びるんちゃうみたいなことがやっぱり知りたいっていうところなんで、で最後がまあ結果、まあ、ここは簡潔に結果を伝える。始めた時は、うん、なんか再生回数200回とかシングルアカウントみたいな感じでアカウント変えたりもしたんですよ。新しいアカウント作り直したりして、うん、ちょうど昨日の動画が10万再生きました。すごい。大学の1週間コーデどれぐらいみたいな。それは8万再生で、それを大学学部別コーデみたいなにしたらそれが10万いった。ずっと喋れるよ。喋れる。めっちゃ喋れる。めっちゃ喋れる。めちゃめちゃいい結果ですよね、うん。数字がそもそも実は出せたっていうところなんですけど、うんうん、まあ、とても分かりやすい結果だなと思うし、うん、あとは数字出せなかったとしてもコンテンツを当てることができたんですよね。1週間コーデみたいな大学生の。だからそれを今流用して、まあ、要はシリーズ展開できてますみたいな話とかでも別に数字を使えないんだったらいいかなと思って、学部別に変えてました、うん、今の感じで気象転結話せたら全然いいんじゃないかなっていう気はします、うん、木で概要を伝えるときに、うん、今のどういう感じで伝えればいいんですか？シングルでいいと思いますよ。学生時代力を入れたことはアパレル EC の一旦 TikTok の運用を頑張りましたとか、はい、でもなんかそのシングルでいいかなって思います。初めに何パーセントを増加しましたみたいなのって入れなくていいんですか？あ、なんかこれよく言われたりするんですけど、めちゃめちゃインパクトがあれば書いてもいいかなって思うんですよ。例えば全国何位になりましたとか、うん、県何位になりましたって言うとおってなるから、ちょっと見てみたことになるんですけど、うん、売上 40% 上げましたとか言われてもイメージつかないじゃないですか、うん、そもそも概要で。特にこれ文字数短いので、あのシンプルに書く方が一番伝えたい行動の部分が見せられるんじゃないかなっていう気がするので、シンプルでいいと思います。ありがとうございます。ということで、今回の動画が24卒で就活始めたばっかりで、ガクチカどういう風に書けばいいのかわからない、まあ、そもそもガクチカがないからどういう風に書けばいいのかわからないっていう学生の参考になると幸いです。ということで、中村ちゃん、今日の感想一言彼らに向かってお願いいたします。この中で何から手をつけたらいいかわからない状態で、うん、今回こういう機会を持ってもらって、自分のその不安が少し、ね、不安がすごい すごい心強くなりました。ありがとうございます。エルトさんの方から24卒の学生に一言メッセージお願いいたします。ガクチカってこう書くの難しいというか、エピソードの選定からめちゃめちゃ悩むし、うん、俺あんまりすごいことやってないよねみたいな話になりがちなんですけど、上級以外の人はみんな同じように思ってて、アルバイトしかやってないとか学業しかないっていうところだと思うんで、まあ、そこは振り切って堂々と書くっていうことを意識するのと、あとはその中で自分の良さが出てることは何でもいいというところだけは、まあ、改めてね胸に刻んでおいて頑張っていいですとか書いてもらえればいいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。中村ちゃん、これからも就活頑張ってください。ということで、お二方本日もありがとうございました。ありがとうございました。